日礼プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜かすみ、よろしくお願いいたします。一つよし、この番組を聞き始めてくれた人から、うん、もっと音楽かけてくださいっていう声が大きくてね今週から音楽かけていこうかなと思います。いや、まあ初めて聞いた方はそう思うのか、うん、あとそのメールをもっと読んでくださいと、うん、リスナーからの、まあね、そういう、まあ聞いたことない方はそうかもね、うん、そういう、うん、まあラジオね、確かに多いから、そうなんですよ、うん、なんかちょっとその辺改善していこうかなと思いました。あ、そうですか。そこは別にね、うん、メールも読まないし、うん、曲も書けませんっていう方向で行くんでなくて、うんうん、これはもう聖堂、うん、さんが勝手に決めたストロングスタイルですから我々はその聞いたことないですよ、このキャリアで。なるほど。毎週1本ずつトーク、確かにそうだね、うん、うん、そろそろ変えていくというか、うんうん、目覚めなきゃいけないかもしれないね、うんうん、騙された我々はずっと。なんか最近ね、木曜あたりにね今週トークねえなーって思うのが腹立ったんだよね、うん、何年やんのこれと。10年以上やって、まあまあね、なんとなくずっとうっすらとはあったけど、ね、いや俺それで確かにプラス、うん、あ、ちょごめんなさい、うん、先に言うとオードリー 1H ネタライブをまたやるんですよ、うん、11月27日、はいはい、一部2時15分会場、3時開演、うん、2部6時半開演、うん、でね、遠いんですよ、北千住で会場が、うん、シアター千住っていうところで、うんうんうん、オードリー他でゲストまだ未定で、うん、チケット申し込みは放送終了後27時から11月11日金曜日23時まで抽選でございます、うん、詳しくは放送終了後 K-ステージホームページで確認してくださいということなんですけど、うんうんうん、あのなんかね、これね、ごめんなさいね、あの北千住シアター千住に悪いけど、うん、あの急にライブ会場探すとないんですってね。だから北千住にあの思い入れも何もないんですけど我々は。住んでたこともないし、うん、たまにロケーションでね何回か行ったことあるぐらいの、うん、はいはいはい、まあなかなかお笑いライブは やらない地ではあるよね。やらない地ではあるんですけど、うんうん、もう本当に探しに探しても空いてなくて、ここしか、うんうんうん、いや俺この間なんかで夜漫才のネタ書けなくなってきて、うん、でね、漫才書かなきゃって思うのがなんか初めて、うん、生まれて初めて、うん、めんどくせーって思ったんだよね俺これか、20代の時頑張んなかった先輩たちが思ってたのと思って、めんどくさいと思ったことないんだと思って今まで。なるへそ、うん、めんどくせーと思ったんだよねで頑張なんか受験勉強みたいな、頑張ってやんなきゃって初めて思ったかも。なるへそ、今までなかったんだ逆にってことにも気づいたし、うん、そう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 、この木曜日ももうね、うん、毎週トークが何なんこれと思ってなんか目が覚めたのかなんか、うん、旗と気づいたんだろうね。旗と気づいた、旗と気づいた、うっすらもちろん分かってはいたけども、10周年ぐらいの時にね、なんかね、よーくスタッフさんとかが言ってくれてたの、10年毎週トーク1本作ってんだもんね。でそれはなんか自分的には何もすごいことだと思わなかったし、うんうん、おおはいみたいな感じだったんだけど、うん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 、もうさすがに、うん、おーいって思うね最近まあそうだね、そうそう、あの、な、なん、だからテレビに出たての芸人のラジオが面白いねやっぱりね。はい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 、うん、あのいろんなことに感動したり、うん、ドキドキしてるから、うんうん、何々がレギュラーになって誰々さんに会ったって、はいはい、とかね、誰に会ってもドキドキしねえからこっちはもうまあそうだね、全くもっ
っての初めての体験見ればないもんね。いや、もうなくなってくるよね。うん。これはあのタイプのロケーションの形だな、みたいなさ。はい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 、はい。体張るも、これあっちのあの感じか、とかね。そう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 。確かにね。うん。だから、その、だからこう、子供のことになってくるよね。新しい発見っていうのは。まあそうだね。初めての体験というか。あれってあの、俺さ、なんかさ、うん、自分が赤ちゃんの時、ママ、パパって呼んでたかどうか知らないんだけど、気づいたらお父さん、うん、お母さんって呼ばれて、うんうん、なんかママ、パパって呼ぶ家庭のことを、うん、親父が随分悪口言ってたのは覚えてんだよね。はいはいはい。この辺に住んでてママパパなんて呼ばそうやの気が知れねえなみたいな言ってたんだけ覚えてる。はいはいはい。まあ下町というかね。でもなんか言葉として発しやすいんだね、うん、赤ちゃんは。いやそうなんじゃない。ね。うん。いや、そうだと思う。なんか、うん、教えてないのにもやっぱそうやって言う、呼ぶもんね。呼ぶもんね。教えてないのに。うん、なんかそうだから、あれも全部そうなんだろうね。ブーブーとかさ。あれ、わーわー本当に俺さ。教えてないのにさ。びっくりしたけどさ、うん、ベタにさ、うん、バーブーって言うのね。びっくりした俺。バーブーって言うんだと思って。バーブーは言う、まあまあ言うか。え、聞いたことない？バーブー。娘のバーブー。俺何回も聞いてんの。バーブー、バーブーって言うんだって。あまあまあでも言うんだね、言うんだよ。聞いたことないんだ。聞いたこと言うんだと思ったことないかもな。ママの方が先でしょ、やっぱりいる時間が長いから。全然全然。先だった。先だったし。最初からママだった。うん、でも、はっきりママじゃないよ。ああ、マンマだったね。マンマ、まあまあ、まあなんとか。でもまあまあ、だんだんなんだ、やっぱママ。ああ。うん。葉っぱになってきてる。でも、果たしてそれでいいのかってやっぱ思ってるけどね。呼ばせ方が。ああ、ほんと。お父様、お母様、みたいな。まあね、いろいろパターンあるけど。でもお前、だってなんか、うん、なんか、父君みたいなことなんだろ、春日語で言うと。いや、それはさ、どのぐらい変化さすの？いや、そこまでは。春日語で言うと、お父さんのことって。お父、父親のこと？うん、なんだろうな。父君は、なんかやっぱちょっとね、古いというかさ、ちょっと時代劇すぎるじゃない。ああ、はいはい、はい。でも、春日語だとそうなのかなと思って。うん、で、そういえば奥さんに春日語で喋ってんの？それどうなの？春日語では喋ってないね。あ、奥さんは違うんだ。うん、ティシカニとかやっぱ言わないもんね。だって、マネージャー、新しいマネージャーはどうなの？春日語で喋ってんのも。そうだ、D ボンとか、やっぱ言うもんね。あ、もう言ってんだ。うん、D ボンやない。ちょっと D ある？みたいな。めんどくさいよね。よく聞かせたら、はいってやっぱ言われる。まだ慣れてないから。ついてると何ヶ月ぐらいだっけ？どれぐらい？ 3 ヶ月ぐらいか。夏？ああ。半年もなる？じゃあその D、まだ D ぐらいから始めてんだね、春日も。徐々にだ。まあまあ、そうだ。徐々に激しく変わってくるんでしょ？変わってく、変わってく。さすがなんか、里光レベルまでは、一気にやっぱいけないけど。はい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 、はい。だから挨拶とかもゴンスゴンスみたいな感じだしね。おはようおはようとかじゃなくて。はいはいはい、はい。うん、ゴンスとか。はいはいはい。エンディング時なんみたいなこととか、ね、エンディング時って言うんだ。エンディング時なんみたいなね。エンディングは何時ですかみたいな。終わりがね、終わりがね。とかなんかこう、わかりやすい分、その、うん、状況に応じてわかりやすいやつを。なんとなく察しがつくやつから入れてくるんだ。まあまあそうね。春日語っていうのは。このかたん感じでこういうね、これだったらこれってすぐ変換できるだろうみたいな。で、どっかでじゃあ娘さんにもお父さん、うんうん、お母さんって呼ばそうとは思ってんだ。まあ、まあ、その、うん、その、ママとパパでいいのかっていう。ところはちょっと、でもなんかね、自然と呼ぶ感じじゃないとさ、うん、もう入れてるのがわかると嫌じゃん。お、何？どっち側で？呼ばせてるっていうのがさ。お父さん、お母さん。お父さんとかなんかそのね、親父様とか。ああ、親父様って呼びなって言わなきゃいけないってことでしょ。こっちから入れて、親が入れてるのがわかるの、ちょっとさ、親父様はなんかちょっと言われちゃうんじゃないの、うん、周りに。あと、クミさんが止めんじゃないの。まあまあまあ。
そうだね。だから自然な形で、こうね、出す、ママとかパパじゃない。うん。父上も違うし、それはもう入れてるからね。親が入れてるじゃない。はいはい。親入れパターンはちょっとお寒いと思うんだよね。うちの娘はパが多いんだよね。あ、発する音で。うん。俺に近づいてきて、こう、はいはいで、パッ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 って言うんだよ。多いね。そうすると、バーフィーの冠番組になっちゃうからねって俺が言うと、あの、世代ギャップで奥さん知らないの。何それ。いや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 。うん。何それって。俺しかわかんないですよ。俺は届いて、パパパパパフィーは届いてほしい。でもわかんない。わかんないのよ。あの、奥さんは。そうか。何それって言われちゃって。いや、あの、パフィーが冠番組持ってたのよって言って。それがパパパパパフィーって言うから、パパ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 って、そうすると、パフィーの冠番組になっちゃうからねって俺が娘に言って、パパねって言うと、まんまっていう。なんでだ本当にこの流れ最近は。いいね。できるね。そう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 。面白いね、本当にこの流れなんだよね。なんかもう、何回も送られてるから、奥さんが、俺が仕事中にその、パパって呼んでる動画を俺に向かって送らせようとして、パパ、はい、パパって言ったら、まあまあって言って、がすごい送られて。いいじゃない。パが多い時期とかなかった。パが多いな、ないかな。何が多いの。まあね、そうだね。何かが多いってのはないな。あ、そう。最近は嘘をつくけどね。嘘。うん。嘘ももうつくんだ。嘘というか、それな、何なのっていう。なんかその保育園の連絡帳とかにね、今日は散歩で、あの、犬と、こうね、会って、すごいなんか、ああ、そのワーマンだ、みたいな、なんか楽しそうに、触れ合ってました、みたいな。書いてある。まあ、書いてあること聞くのよ。今日なんだいつ、犬と会ったのかい聞くと、会ってない、つって。なるほど、なるほど。うん。です、だから。書いてあんのにね。書いてあんの。いや、会ったでしょ、つって。会ったことない。なんだろ、つって。で、クミさんもなんかね、今日ね、こう、お昼にうどん、食べた、いっぱい食べたと書いてある。おかわりしたと。おかわりしたの？してない。おかわりしたことないみたいな。なんだろう、その嘘というか。流行ってんだろうね。この中で、まあ、ブームとか聞かれたことに対して否定するみたいな。ことごとく嘘をつくんだよ。誰だと手つないで歩いたの？つって。手つないでない。散歩行ってない。それ何なんだろうね。何なんだろう。理由は分かんないけど。なんか、なんか。言いたくない、喋りたくないんじゃない？じゃないのかな。そういうブームが一週間ごとに変わるね。急にだからやんなくなったりとかさ、それを。週。ちゃんと喋るようになったりとか。飽きるんだろうね。はいはいはい。おもちゃとかもそうだけど。散々やってたのに。はいはいはい。散々なんか踊ってたのに、急に踊らなくなるとか。はいはいはい。もう一週間ごとぐらいに変わります、ブームがね。あ、ブームが。うん、だからパもだから変わるよ、多分すぐ。あ、そうなの？うん。パパパとかもなんか変わってくるんじゃない？もうなんかわかんない、性格があるらしいね。ああ、まあまあ、そうなんだろうね。だん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 出てくんだろうね。予想できないよね。なんか、この間なんか、ヒゲダンのね、ライブに行く予定があったのよ。奥さんと。で、その際に、その時間だけ、うちの母親が娘を見てくれるって約束になってたのよ。で、ヒゲダンが、この、コロナで、本当に残念なことに中止になっちゃったの。なれそう。そしたら、だから、母親に来なくて大丈夫よって言ったら、いや、私見てるから、たまには二人で出かけてきなさい。なれそう。で、ライブにはちょっと行けなくなっちゃった。そうそう。で、出かけたのよ。それで、カラオケ行って、ヒゲダンのライブ映像のカラオケをずっと二人で歌ってたんだけど。いいじゃないですか。それでなんか、ちょくちょくラップも挟みながらね。で、
で、ラップヒゲダンのライブ映像、ラップヒゲダンのライブ映像っていう、感じになってたんだけど、なんか、奥さんに言われてね、これこんなにカラオケでラップ歌える人いるのって、聞かれてさ、俺、奥さんに。で、俺は、どうだろうね、いないんじゃないのかねっつって答えたんだけど。なんか嫌だね。嫌な答え方だね。まあ、いると思うんだけど、あと。それで今、みんな歌うからさ。なるほどね。それで、ガチャガチャやって、あの、ワンワンっていうキャラクターが好きなのよ。はいはいはい、イーテレのね。イーテレの。で、ワンワンの、膨らますと30センチぐらいになるビニールのやつが一番良くて、それが当たりで、ガチャガチャの、サイズがでかい。カプセルの、他のなんかちっちゃいキーホルダー。なるほど。これ、出そうぜと、ワンワンの一番でかいのって言ったら、一発で出たの。おぉ、いいじゃない。最高。これは喜ぶぞ。でもワンワン出た瞬間は笑顔で、見るから。おぉ、出る。で、もう家帰ってカプセル開けて、俺も膨らまして、パンパンにして、見せたらもう。カプセルの方に夢中ね。はあ、違うんだろうな、ビニールで膨らんだワンワンとテレビのワンワンは。うん。それはいらないんだよ。テレビで見るのがいい。とか、そう、あるんだろうね。そう、今もうほんと空気抜いて、もうペペちゃんこになってますよ。でもいきなり食いつくときは来るよ。またえ、それ全然ハマんなかったんじゃないのっていう。ああ。なんで今になって食いつくみたいな、来るよ。ああ、ほんと。だからもうワンワンはいてもらったわ、いいぞ、ずっと。ああ、そうか。急に食いついたりするからね。そうだな。わからんから。そういうの、あるんだね、気分がね、合わせていかないといけないですよ、おそらく。ネタライブやりますからね。そういえば、この間、あれか、春日がバゲットの準レギュラー、準レギュラーってどういうこと？準レギュラーよ。これ何？準レギュラーっていうのは何？毎日、毎日出るんじゃなくて。毎日、だからレギュラーは、本当だから、田中アナと笹崎くんで、他の曜日のアナウンサーの方々も準レギュラーって扱いなのかな？レギュラーなのかな？レギュラー、曜日レギュラーみたいなことか。だからそれよりも、そう、それよりも頻度が高い。だから、他の曜日レギュラーのアナウンサーの方々はもうその曜日だけじゃん。だけど、私は、今週も、だから水曜と木曜出てるからね、2日。バゲット。バゲット。準レギュラーです。それ迎えていただいてさ。水木出てんだ。水、でもそれも決まりじゃないでしょ、別に。水木に出るとかじゃなくて、だから、行けるところは行く。あ、だからなんかそのテレビスターウォーズの集計が11月末までなんでしょ？そう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 。で、これさ、さらっとさ、ネットが発表すんじゃん。うん、何日に発表しますとかじゃなくて、それ、急にネットで見るんでいいの？それは。なんとかなんないのかね。なるほど。なんかもうちょっとその劇的な発表の仕方というか。川島さんも実は1位狙ってるじゃない。いや、そうなのよ。だから、春日と川島さんがいらっしゃって、なんか、バゲット、だから、そうか、ラビットの方がいいか。そしたら。川島さんがいる場所で発表するとしたら。そうだね、発表がある日になんかね、なんとなくわかるんじゃなくて。それか、川島さんに NFL クラブ来ていただいて、そこで発表とか。でも、ラビットで発表とかっていうところまでこう、待ってくんないのかな、そのメディアが。なんか2社ぐらいさ、やってるよね、オリコンさんとどっかが。そうそう。だから、その、春日と川島さんがいる場所で発表してほしいわ。まあそうだね。これ生の方がいいだろうね。世間的にバッて出るように、そこでね、その、日本全体が知るように、そうってくると、やっぱラビットか、バゲット、昼なん、そうだよね。でもまあ、ラビットじゃないの。ラビット。川島さんがいるとこで発表ってなると。そうだね。その時に呼んでいただいて。で、発表か、そこはネットでしらっと出ちゃうかだよね。まあでも朝早いからね。やっぱラビットが一番早いわけだから。でも言われてたね、東袋に。うん、あれ、1位なんて嬉しいっすかつって。あちこちオードリーで。やっぱね、その1位の景色を見る可能性がないやつはわからないんだ。
でもだって望んでないんだもん。うん、でも見る景色っていうか、見たくねえんだもん。そもそも。うん。うん。いや、やっぱチャンスだからね。そら。見たくねえんだもん。やっぱ一回ぐらいね、一位になってみたいっていうところでね。うん。うん、まあ確かに、今回ばっかりは、ね。いや、わかる。熾烈よ、だから11月に入って。だよね。うん。ありがたい話だ。途中経過とか知れないから難しいよな。計算できないよな。いや、そうね。なんとなくのね、うん、感情で行くとどうなってる。それすらもわかんないね。川島さんもたくさん出てるからな。意外だったな。川島さんが1位を狙ってるっていうのは、この間のあちこち踊りで、今週か、来週か、うん、放送されるけどね。うんうん、意外だった。川島さんってそういうの、こだわらなそうだなと思って聞いたら、うん、めちゃめちゃ狙ってるよ、ね。ガチガチに狙ってるっていうね。うん、設楽さんだけが、ってなってるっていう、っていうか、あんまり気にしてないだろうね。うん、設楽さん1位じゃん。そうだね、そうなんだよ、おそらくね。で、喋ってないんじゃないの、設楽さんも。喋ってんのかな、その1位になりたいとかいう気持ちがあるかどうかを。うん、どうなんだろうね、それを。いや、この間、久しぶりに設楽さんともうすれ違うぐらいだけど、ばったりすれ違えたけど、うん、あの笑顔で手振ってくれる人は1位狙ってないと思う、うん、俺。お久しぶりです、わざわざって言ったら、まあ、なんか、あ、そうか、あれだ、クイズのな、つって。あの余裕、あの笑顔で手振ってくれる先輩は、春日と川島さんと目が違った。いや、待ってくれよ。私だけど川島さんも失礼な先輩だし。ああ、でもそうかもね。設楽さんは気にして、なだったらもうね、二、うん、人呼んでもらってノンストップで発表みたいな。いいね。私1位の人がね、チャンピオンが。別にいいけどってなっちゃうけどね、絶対1位がいいってなってない。そうかもね。ないからさ。うん、でも見たいけどね、それも。うん、そうね、トップ3がさ、神谷。でもそうするとどう、曲の意図はどうなると、ラビットから、うん、だからお台場に行くことになるでしょ。そうだね。そこは被ってるんだっけ、ちょっと被ってないか。遅いのか、ノンストップの方がちょっと。はじめ、で、バゲットと被ってんのか。じゃあ、で、カスが出れないじゃん、じゃあ。あー、でもバゲットのオンエアしてない時間には出れない。その前だったら。だから発表もなんかちょっと、ここまで来たなんかその、オリコンさんかどこの会社か、日本モニターさんがちょっとなんか一報欲しいよね。まあ、いいか、うん、別に。この番組で発表すれば。でもやっぱり、ネットで見ちゃうと思うよ、見ちゃうと思う。なんとなくぬるっとね。うん。うんうん、何時に発表なのかもわかんないけど、うん、その時間待ってね。あれ、なんか年末とかに発表されるんだっけ、うん、年末なのかな、か、だから下半期だからそうじゃない、うん、なるほど、なるほど。うん。12月頭もうそんな早く発表するの、でもすぐじゃん。1ヶ月後ぐらいじゃん。うん、もう今、こうラストスパートかけてるね。そういうことなんだ。で、うん、なんか、この番組でさ、バゲットなら出してくれんじゃねえのって言ったじゃん。うん、だからなんか事務所もなんか、言いにくかったらしいぜ、バゲットに。頼むバゲットならなんか出してくれないでしょうかっていう話が出たんですけど、うん、出してくれないでしょうかって、うん、めっちゃ失礼じゃん、うん、言い方がね。恐る恐るなんか、うん、あの春日は、うん、そのエアロビとかやって運動にも興味があるので、うん、あの少しだけでもみたいな言い方したらしいよ、うんうん、そしたらもうぜひってなってバゲットかい、ね、っていう話らしいよ、うんうん、でもそのバゲットに行かしてもらった時にね、うん、やっぱこの知ってる方はもちろんいらしたからね。あ、1位にラジオの話を、うん、そうそうそう、1位ね、ぜひともうち出てもらって1位ね、うん、取っていただきねとくださいみたいなことを言っていただく人も、うんうんうん、もちろんね、うんうん、いらして、うん、もちろんだから知らない方もいるからさ、うんうん、バゲットの準レギュラーね、うん、お願いしますみたいなことを言っていただいた方もいるんで、うんうん、その方にはなんかちょっとね、うん、うん、後ろめたい感じはちょっとあるけど、みんなが知ってくれてたらさ、はいはい、いいけど、本当になんか、うん、いや、楽しいの出てて、楽しいし、もうね、普通に家でも見てる番組だから、うん、うん、ありがたいんだけど、はいはいはい、うん、やっぱ1位を取りたいっていうところがやっぱでかいじゃん。向いてるよな、あと春日が、バゲットって。うん、他に芸人いないし。うんうんうん。うん、そうそうね、うん。うん。そんな感じだった。うん。うん。スタジオもなんか。うん。うん。アットホームな感じでね。はい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 。うん。ま
だからなるべく今月は。うん。うん。ね。俺が、ちょっと10位圏外に行きたいんだけど、5位とかに入ってるの、しれっと5位とか、めっちゃ腹立つんだよな遊びたいわあれもか、11位なら20位ぐらいまで発表すんだっけ余計なことしちゃう。するかなするか。数えんなよ、気持ち悪いな。うん。また、だから男女で分けたりするもんね。うん。それだから男の方では入ってるよね、やっぱね。全体的に見たら分かんないけどね、若林さん。ああ、はいはい。女性も混じったらさ。でも、うん、入ってんじゃないの ?10 位以内ぐらいには。まあまあね、5位だよ、だって。ここだけのやつで。いや、そうだろうね。まあ、しょうがないけどね、そんなこと言っても。まあまあね。うん。これ1位は取ってほしいですね、確かにね。なるべくね、ちょっとね、ここまで来たらいただきたいよね。そうね。うん、この間なんか、午前0時の森っていう番組で、この間、今週じゃなくて先週なんだけど、またキサラの回やって、タイガさんがエルビス・プレスリー久しぶりにやったんだよ。おー、はいはいはい。で、ジャンプスーツってあんじゃん、エルビス・プレスリーより真っ白の。はいはいはい。あれ着てるタイガさん久しぶりに見てさ、やっぱジャンプスーツって面白いね。で、俺なんかダウンタウンデラックスにタイガさんが出た時にね、見てたら、松本さんが、タイガさんって呼んでたのよ。ああ、そうだったっけ?そう。タイガさんって呼んでたの。おー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 初対面。うん。浜田さんが、でもなんか、そのいじられたいのに、なんかそんな格好してたら、いじりにくいんちゃうの?みたいな言い方、なんか、コメントしたんだよね。うんうん、で、俺ね、それが全てだと思ったんだよね。うんやっぱ怖いんだよね、タイガーさんって。いかついんだよね、ちょっと。なるほど。体でかいし。はいはいはい。で、かっこいいじゃん。まあ男前だしね。だから、あと、なんか腕っぷし強いの分かるから、松本さんに、タイガーさんって呼ばせちゃうことがもう全てだと思うのよ。なるほど。全然タイガーでいいもんね、もちろん。いや、もうタイガーじゃないと始まんないじゃん。年も芸歴もね。ダウンタウンさんからしたら。タイガとかお前とかね。お前とか。うん。うん。で、俺、ジャンプスーツの方がいいんじゃないか。うん、ジャンプスーツでいたらお前だと思うんだよね。なんか見てたら、久々ぶりにタイガさんのジャンプスーツ。で、タイガさんいたらなんか、あの赤いジャケットじゃないとツイスト踊ってんのがおかしいんだって。はいはい、ロカビリーじゃないらしいのよ。知らんがなと思って。ジャンプスーツで、ツイストは違うんだ。ツイストってエルビス・プレスリーなんじゃないのかなって思っちゃうぐらい、はいはいはい。だったんだけど、するとツイスト違うらしいんだよ、ね。だからちょっと違和感出んだって、タイガーさんの。だから、ジャンプスーツは違うと思うんだけどなーっていうラインをこの間して、あ、そうなんですね、つって。なんか、じゃあ、なんか、まあ僕、らがいる場所で今度来てくださいみたいな話はしたんで、ジャンプスーツの方が良さそうだよね。まあなんかまあそうだ、ね、いじりやすいはいじりやすいよ、ね、確かに確かにそうだね、どうなんだろう。でも赤いのがいいのか、かっこいい方が。いやー、ジャンプスーツじゃない。いや、わかんないな、そういうの。でもまあ、まああるじゃん、それ。ご本人がやりづらいというか、なんかハマってないみたいな。わかるわかる。違和感あるまま出るとな。それはね、なんかやりやすいというか、ハマってる方がいいだろうけど、はためでは確かにジャンプスーツの方が、キャラクター感というかね。はいはいはい。なんだお前感は確かにあるね。見た目っていうのは結構でかいね。わかんないもんだよね。やっぱ裸とかだったりするとね。何なんだってなるもんね。裸の方がいいんだよな、だから本当はな。まあまあまあ。いや、それで言うとさ、東袋がさ、あちこちで言ってたじゃん。なんか、俺、まさに考えてたことなんだけど、漫才とかラジオ聞いてると自然なのは、若林さんがボケて、春日さん突っ込んでるじゃないですか、オープニングで。っていうね、急に東袋が、オードリー寄りの話をし始めた。で、俺さ、漫才とか書いててさ、本当に思うもん。もう本来、
苦肉の策でああなったじゃん。はいはい、はい。あの30の時に。うん、本来、うん、ラジオって自然な二人の関係性が出るじゃん。うん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 。なんだよな、これが、オードリーは。まあまあ、そうだね。で、やっぱできない、突っ込み、でも、うん、本当に何にも合わせないでもできるわ。それだったら、突っ込んでくれるんなら。ああ、なるほど。で、あと、受けるかどうかが分かんないっていうのと、うん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 。まあでも、受けると思うな。これだって、十何年人気番組なんだもん。うん、このスタイル。まあそうだね。うん。結果が出てるからね。そうそう。結果を出してるからな。うん。あの、勘違いしてほしくないんだけど、うん、勘違いすんねえって思うのが、うん、俺別にボケたいわけじゃないからね。うん、あの、その番組全体のボケの量を換算すると、うん、俺がボケるしかないから、うん、ボケ、俺は本当にお前がザキヤマさんぐらいボケてくれんなら、うんうん、こんな楽なことないから、俺はもうツッコミでいて、その方が、普段の仕事にも、の、あの、はいはい、訓練にもなるから。うんうん、ラジオでツッコミの方が。まあ、そうだね。うんうん、それは分かってる。俺、あの、俺本当にオールマイティなタレントだからさ。うん、自分で言うのもなんだけど、はいはい、足りないところを、ね。俺がやるしかないのよ。うん、もう、うん。だからなんだからね。うんボケたがりなわけじゃないっていうね。そう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 。だからなんかその、うん、本来この形で出ちゃえばいい場合、ピンクベストじゃなくて、うん、髪を下ろして、うんうんうん、スーツでもないよな。普段の格好かな。そういう人にならなきゃ。だその方が喋れるってことでしょ、うん、センターマイク置いてあって。普通に歩いて出てこれる、うん、黒フードパーカーみたいに着て。サンダルはサンダルでいいよ。で普通に出てきて、うん、俺その場合俺絶対よろしくお願いしますってお客さんに言わないからね、ボケだから。ああ、なるほど。うん。うん。うん。まあまあ私が言うんだろうな。ああ。うん。それはそれでちょっとやりづらいけどね。やっぱやりづらい。うん。長年そうだから。そうだね。ああ。サンダルで。でもなんかやってたじゃん。ドリームマッチでスーツ着て普通に漫才。やったっけな。あ、藤田さんと。ああ、あの時普通にスーツ着たっけ？あの時普通にスーツ着てて黒の。ああ、そうだっけかね。うん。やろうと、何回かやっちゃえばできんのかな？髪を下ろして黒いスーツ着て出るって。ああ、まあ慣れるというかね。俺私服で出るん、そしたら。うん。うん。ああ、そうか。うん。でも、ドリームマッチの時もでも、ボケだったんじゃないかな。ボケだよ。もうそうだよね。うん。藤田さんがツッコミだもんね。うん。どんなボケしたっけな、あれ。なんかおばあちゃんが、なんか、若い、このワード言ってくみたいな、うん、ケバブとか、あっていう、そうだ、なんか祭りに行くとかなんとかだったっけ、うん、縁日かなんかに行くみたいな。そうそうそう。おばあちゃんに入るんだよね、だから。ああ、そうね。うん、だ普通の、だから漫才ってことか。しっかりしたね。うん。喋、うん、くり漫才のまま、コント、うん。うん。漫才コントやって。漫才コントやってみたいな、そっか。うん、だから、来なかったのかな。そう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 。喋くりだったら、その方が楽なんだけどね。うん、テレビじゃ絶対できないけどね。ああ、違和感ありすぎて、まあ、そうだね。テレビでやらなくて、ライブでいいなら、うん、それも、うん、そういうライブをやって慣れていくしかないのか。もしやるとしたら。ああ、でもそうじゃない。楽だわ。稽古しなくていいもん。うんまあ、そうだよね。もうきついんだよね。もう春日が、うん、面白いこと言える設定を思いつくのに、うん、もう、ほんとタリーズ10回行かなきゃいけないのが。うん、マジできついよ。もう子供と遊びたいもん。時間かかんのよ。春日が生きる設定考えるのって。そう。そうそうそう。でもまあ、でも、うん、なんか、いろんな人、仕事、お仕事を想像するに、うん、やるしかないなとは思ってるけどね。うん、もう、オードリーでここまで来ちゃったら。うん、そう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 。うん、それどうしていくんですかって東ブクロに聞かれたもんね。うん、そうだね。そんなことは思ってたんだ、みたいなね。東ブクロくんが。意外だったよな。いや、意外だよな。心配してくれてたから、うん。結構見てくれてたんだって。我々のこと。興味ないのかと思ってたからね。そう。だからでも、オープニング、ライブのオープニングトークはこの関係性でやるじゃん。ああ、まあそう。できないことはないよね。ピンクベスト着てるもんな、あの時も。ああ、そうね。うん。できないことはないかもな。ないね、確かにね。そのままで。なんか、うん、ライブで、
若林ボケ漫才っていう企画漫才みたいなコーナーを設けて一本だけそれでやるっていうことを何回もやれば慣れてくるかもね。ああ、そうかもしれんね。確かに確かに。そしたら楽だな。あんまりネタ書かなくて、稽古しなくてもよくなるもんな。まあそうだね。そのままやってるだけだからね。持ってってるだけだからね。なんかグッズがなんか結局、筋肉マンフィギュア予約したの春日さん。あとは予約してないですよ。あ、してないのね。ええ。うんうん。私ね。なんかまだわかんないみたいね、うん、これ。もらえるかどうかが。あ、そう。うん。ほー。うん。もう、でも終わっちゃったもんね。もうしょうがないね、もらえなかったら。俺は予約したけど。あ、そう。うん。もうだからそこにかける感じだ、私はね。どうなるか。どうなるのか。うん。そうだよな。そうね。金銭感覚ってあんま変わんないのかな。うん。変わる人は変わんのか、売れてから。あー、どう、でもあんま変わってないでしょ、若林さんも。いや、それ思う、よく。うん。マジかって思って買うのやめるもの多いもん。やっぱ春日の横にいたからっていうのもあると思うんだよね。あ、そう。うん、いや、でも、もともとそんなにバンバンいろんなもん買う人ではなかった、その学生時代とかも。確かに。新しいもんなんかね、うわ、なんかいろんな新しいもん持ってんな、みたいなイメージないもんね。確かに。うん、何かですごいさ、趣味とかさ、で、ドカーンと使うとかでもな、そういうイメージはないよね。確かにな、うん、なんか、そういう、のに、なんか、いつか目覚めたりすんのかな、急に。峰竜太さんみたいにさ、うん、急にブランド物の服ばっかり着たくなる。はいはいはい、イタリアとか行ってね、1年分の服買ってくるみたいなさ。時来るのかな。どうなんだろう、いやー、来ないだろう。服がわかんないっていうのがある、まず。うん、で、あと、この間なんか、うん、あの、絵のね、うん、あの午前0時の前で絵画のね、うん、あの、なんかこう説明してもらうっていう。魅力を、いろんな名が並んで、うん、A も全然わかんないから、うん、説明してもらったけど、もう説明しても全然わかんなかったね。あ、う、あ、ん、そう。説明受けても。申し訳ないぐらいわかんなかった。わ、うんうん、かんないことを、言おうかな。でも言ったら失礼だよな、って、なんか迷ったままなんか、うんうん、すごいボクシングで言うと、どっちもパンチ出さないまま終わる試合みたいな感じになっちゃう。なんか、名画だからさ、あと一生懸命やってくれて、はいはい、で、ミトちゃんも絶対、ミトちゃんが分かる方の人だったから、うん、なんか この空気も邪魔したくないし。なるほど、もう最後の最後に言っちゃった、ね、でも、うん。結局分かんなかったっす。言ってんじゃん。だけど服も分かんないね、だから。分かんないね。分かんない。あとね、サイト、ジャガモンのサイト、うん、アバウトタイムがめちゃくちゃ面白かったからさ。おー、はいはい。いや、サイトすげえなと思って、うんうんうん、あの、フリー街。うん。フリー街って、ね、見たのよ。うん。全然わかんなかった、ね。え？あ、そう。アバウトタイムはあんな良かったのに、フリー街が、全然わかんなかったね。面白いかどうかもってこと？その、単純に。だから、それを、すごい、マイルズに言うためにわかんなかったって言って。ああ、そういうことか。そうだ、ね、でも作り、ものづくりする人にそんなこと言っちゃ絶対ダメだよ。でもそんなの、そんなのっていうかさ、面白かったどうかだけってさ、まあ、しかわからない場合はあるじゃん。わからないってその、言いたいこととかがわからないみたいなさ。はいはいはい。うん。はいはいはい。それは大いにあるけど、ね。言いたいことは全部わかってる。言いたいことわかってる。ああ、そう、うん。あ、その上でね。言いたいことは、うん、始まって20分ぐらいで分かってる。おー、早い。うん。うん。言うんだろうな、これを、ずーっとって。うん。で、ずーっと言ってたわ、それ。うん。それじゃない？原因が、じゃあ。うん。でも俺には分かんなかった。その、そっちの分かんないっていうのは。ものづくりしてる人に言えないって、そんなこと。うん、だって、だって、好みだから。まあ、そうだね。うん。うん。で、フリー以外が面白かった人、ちょっとメールください。読みませんから。なんで読まないんだ。じゃあ、募集しないでくれよ。かわいそうに。そういえばさ、うん、話どんどん飛び飛びで悪いんだけど、アバウトタイムが良かったから、斎藤最高だなと、フリー以外で斎藤の株ガタ落ちだよね。うん、でもまだスーパーっていうやつが残ってたり、まだあるから、はいはい、あと春日が言ってた胸クソ悪い映画も残ってるから、まだそれも全部見ようと思ってる、斎藤の方が。はい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 。アリコンさんの方はちょっともう悩んでない。
にさ、じゃないとオードリーやったとさ、うん、すごい言われるんだけどさ、うん、あいつさ、なんでコンビって仲良くあってほしいのかな。なんか俺、インスタの DM でさ、うん、あれ以降仲良くしてますかってすげえくんねよ。へぇー。うん。そう。なんで仲良くしてってほしいんだろうな。もう亡くなったと思ってたのよ。うん、ほら、うん、もうこの間ネタライブやったらもう、うん、9割男しかいないじゃないですか、客席。BL を描いてた女性たちはどこ行ったの？ちょっと、うん、描き続けろよ。うんうん、本当だよ。やっぱ我々とね、うんうん。消費するなよ。消費し終えるなよ。性的消費し終えるなよ。確かに。描き続けろよ。うん、今、誰の応援してんだよ。一体。うん、チリジリになって今、誰の応援してんだよ。だからちょっと、うん、どういうオードリーであってほしいのかっていうのをちょっとメールで募集して、うんうん、若林かすが、何々番組の本番前の楽屋、うんうん、何々本番後の楽屋とか書いて、うんうん、若林かすがの会話でどういう会話をしててほしいのか送ってくれよ。それやるから、もう。うん、見えないとこでやっとくから。なんで仲いい、よくあってほしいんだろうな、あんな。なん、そうだね。それ俺、お前みたいな胸クソ芸人で、ほんともう、あれ、芸人辞めたら絶対連絡取んないもん。胸、うん、クソ芸人。誰が胸クソ芸人だよ。うん。うん。送るんじゃないですか。どこ行ったんだ、あの BL を描いてくれてた人たちは。うんうん、もしその消息知ってる人メールください。その当時オードリーの BL を描いてた人が今何を描いているのか消息を、うん、その隣人でね、その人の。はいはいはい、いやもうやめちゃったと、オードリーのラジオ聞くのはね。うん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 、でそれで今何をしてるのか。私はまだラジオ聞いてますけども、うん、という、うんうん。送ってくれ、消息を。そうだね。元気にしてるのかと。うん、知りたいのよ。あと、大磯のティーバッグのところね。久しぶりに言いそうだね。うん。いや、もういいって、それももう。はい、ということで、ネタライブの方もよろしくお願いいたします。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊、井出光興産、日本触媒、種の滝、AK レーシング、JA 全農、日本 FP 協会、昭和産業、長州産業、オリエンタル公募工業、テンパール工業、ヤクルト、アガルートアカデミー、キュレル、西松建設、ボンズフリー、西丹クリニック。以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本ではラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日に学べ。ちょっとフリー外に関するメールが来てて、うん、ラジオネーム、50日天下、うん、僕はフリー以外を公開と同時期ぐらいに見たのですが、めちゃめちゃ面白かったです、うん、ゲームの雑魚キャラのレールを引かれた人生が変わっていく様子、めちゃめちゃ面白かったです、うん、あで、まあ、そういう映画なんだよね。あれ、あでも確かに言ってたね、うんうんうんラジオネームこれが本当の明朝体。
僕は去年公開初日にフリーガイを鑑賞し、誰だって主人公になれるという映画のメッセージに痛く感動し、うん、その勢いでユニクロで水色の T シャツを買って帰りました。今でもたまに着ています、うん、だいぶ好きなんだよね、まあ、だから俺らで言うとそのメジャーリーグとかみたいな、はい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 、いやでもそうそうなんだ、ね、あのバックトゥーザーフューチャーみたいな、うんうんうん、あのベストを着てみたいみたいなことなのかね。まあでもそういうことそれぐらい好きな人もいるってことだよね。俺は分かんなかったね。まあまあそれぞれだからね。それはもう仕方がないで、そのそういうもん多分モブキャラ云々が、うん、世代間的にちょっとうまく感じれないのかな、感じれなかったかな俺が。なるへそ、うんうんうん、共感というか、ずっと言いたいことはそういうことなんだけどね、うん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 、俺あとなんかこれは別に何のよくあるアメリカだよね多分フリーガイって映画ね多分、うん、なんかこう絶対伝わんないと思うんだけど、うん、アメリカの映画あるあるでさ、うん、あの、トイストーリーでウッディもやるし、アバターでもあるんだけど、あの、うん、あとなんか、アルマゲドンとかでもあるけど、なんかリーダーがさ、うん、みんな聞いてくれみたいになって、うん、俺たちはなんかこうじゃないか、うん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 、こうしていくぞ、うん、おーみたいになるじゃん、うん。あれが嫌いなんだよね。あ、まあまあある。なんかね、イメージ。わかるでしょアメリカの映画。うん。うん。イメージはね。あれの、あのシーンが嫌いなんだよね。なんか知んないけど。ああ、なんかあるんだろうね。うん、あとね、うん、あのね、歌で、何人もの手拍子が入る歌が嫌いなんだよね。うん、何人も手拍子が入るんだ。どういうこう、なんか何人もの手拍子がこう入る歌ってない、うん、たまに。ない、どんなのがある？うん。どういう曲の途中にってことですか。うん。うん。それも入って一曲になってるみたいな。え、わかるよね。うん、そのこれなんかみんなの手拍子が入ってる。うんうんうん。なんか嫌いなんだよな。で本当申し訳ないけど、うん、なんかその作ってる人に知り合いがいたら、うん、申し訳ないけど、うん、なんか映画見に行った時に、うん、あの奥さんと、うん、なんか行く前から乗り気じゃなくて、うん、なんかちょっと途中でみんなで一体感なんか感じさせるようなくだりになって、うん、主題歌で手拍子が入るような曲が流れるんだろどうせとか言いながら、うん、映画館入ってたの奥さんに嫌がられながら、うん、したら本当にそういうシーンがあって奥さんコーラ吹きこぼしてたけどね笑うのかもしれないああもうそういうのがもう匂うんだねすでにねそう、ね、ちょっと多分モブキャラみたいなところが若い子の方がピンとくるおじさんの、うんあれのズレかもね。ああ、でもそうかも、確かにね。あと、なんかこれは非常に言いにくいことなんだけど、そういうモブとモブじゃないみたいなこと、うん、ってなる世界を作った人はどなたなの、うん、っていう、もやもやがちょっと、あったかな。なるへそ。それでよくわからなかった。まあ、それをトレースしてるから。はいはいはい、はい。で、よくわからなかった。わからなかった。まあ、それも仕方がない、ね。これちょっと読んでみます？なんか、うん、あの、お互いでセリフ割り振って、あの、若林春日のラジオネームおしゃけが二十歳になってから、若林春日本番前の楽屋の希望。うん、はいはい。ここから読んで。私だね。若林さん。今日この後のスケジュールは何でゴンスか？今日はこの番組の終わりだけど。ああ、じゃあ、春日と二人で飲みに行きませんか？お前それ本気で言ってんのか？本気で言ってなきゃ、こんな顔真っ赤にして相方をデートに誘わないでしょ。あ、これをやってほしいみたいな。なるほど。本番前にね。本番前なんだ、ね。こんなに仲良くしてほしいんだ。うん、でやってから、スタジオ向かって。あと、ラジオネーム、釈迦に説教。オールナイトが終わった後、ブースを出るときに、今日も、お疲れさん、とグータッチしてから帰ってほしい。こんなに、ういとか言って。って、すごいね。想像が。想像がつかないよね。いや、わからんもんだね。わかんないもん、ね、うん。聞いてみないと。確かに、ね。そんな風に思われてたのか。いやいや、だからなんかすごい、うん、
あれの反響があるからさ。ああ、はいはい、じゃないとの。うん、仲良くしてほしいんだなと思う。ねえ。まあまあ。誰に自分たちがうまく想像できるんだろう。誰が仲良く会ってほしいって考えればね。パッと浮かばないけどね。また、ちょっと、岡田の話なんだけど。はいはい、先週、午前0時の森の柿の試食で、スタッフは試食してないと思いますよっていう話を岡田がしてた話したじゃん。で俺と、俺と D ちゃんは、いや、してるでしょって。いや、してないと思いますけどね、のままだった。で、午前0時の森が始まるときに、0時の森のプロデューサーと、岡ちゃんと D ちゃんと俺で、エレベーター待ってたの。はいはい。だからプロデューサーが、あ、ラジオ聞かせてもらいましたけど、岡田さん、柿の試食してますんで。してるじゃないのよ。で、俺と D ちゃんが、ほらねって、ねえっていう、アイコンタクトしたの。したら、さ、そこはさ、あ、知ってましたかっつって、なんか、いや、してないと思い込んでました、ね。あ、してるんすね、やっぱり。で、いいじゃん。そら、なんか、知ってますからってプロデューサーが言ったら、え、それは、両方の柿をですかって意味わかんなくない。ねえ、Dちゃんね、それ何なのそれ、何信じて、まだ信じてないのよ、うん、で、あの両方の、いや、それは片方の柿、例えば100円の方の柿だけ食べるってしませんから、うん、我々もプロデューサーだよ、言わすなそんなこと、両方の柿ですか、それはって言って、こいつやばくないって、もうアイコンだって、ディーちゃんと。なんだ、うん、え、それは、あれですか、難しい、当てにくくしようと思ってなんですか、ってことは、いやいや、まあ、当てにくくしようっていうか、やっぱどのぐらい、やっぱ簡単すぎると、なんかこう番組としても盛り上がんないっていうのが心配で、ていうか、岡田さんって、プロデューサー、試食したって、私が言ったらしたってことですから、って。制されてんじゃん。疑うから、お母ちゃんが。それよっぽどだよ、それ。ごめんなさい、もうしてるんっていうことだけお伝えようと思って、僕喋ってるんで、って。だから、おし、いいやーって言ってたよね。まだ、まだ。何なの、それ、うん。で、それで、あ、じゃあ、それで、収録が終わったのね。うん、はいはい。あの、その、絵画の回だったけど、うん。で、D ちゃんと岡田と俺になったの、楽屋が。うんうん、で、うん、俺と D ちゃんがパッて目合って、うん、で、俺と D ちゃんは、ちょっとスケジュールの話をこの後するから、うん、岡ちゃんもう大丈夫よ、帰っていいよっていう感じだの、空気だった、うんうんうん。はいはい。で、俺と D ちゃんで目合って、うん、あ、岡ちゃんつって俺呼び止めて、うんうんうん、岡ちゃん、うん、柿の試食してたよね、スタッフさん。うん、こう、岡ちゃんの負けでいいね。って、はいはいはい、あいつもドア開けて楽屋のもう出ようとしてる時に、うんうんうん、岡ちゃんの負けでいいねって、最後、抑え直そうと思ったの。はいはいはい。したら、うん、お疲れ様でしたって言って帰っていったのよ。でだよ。なんでなんだよ。なんなんだ、それは。で、うん、次の日に、うん、岡ちゃんの柿の話なんだけど、って俺もう一回ね、もう、それはもうちゃんと一回。それダメの前に。うん。すいません。全然いいんだけど、うん、なんで、してないって思ってるのって聞いて、うん、そこをそもそも聞かないと思う。なるほど、そう。いや、理由をね。いやー、うん、そんな意地悪をするスタッフだとは思えなくて。こう、意味は、なんかわかる？俺意味わかんないんだよ。今わかるか、それ。書くない？何をも、どういうことなの、それは。試食したら意地悪ってことなの、そんな、いや、こう言っちゃなんだけど、やっぱ難しくしてもらって、うん、ありがたいじゃん、チームとして。うん。うん、そうだね。それは、いや、っていうかまず試食しないってないと思うんだよね、こういう。ないと思う。で、うん、折れないのも意味わかんないし、おばあちゃんがね、うん、結局してんのよ。っていうファクトが出た後もね、うん。そうだね。してなんか受け身取ってね、D ちゃんね。これはね、私の本当に思い違いでした。うん、もう、以後ないようにしますぐらい、言ってくれたら、あはは、おほほ、で終われるけど、うん、お母ちゃん負けでいいよねって言ったら、お疲れ様でした。つって書いてたから、おう、引いちゃうのよ。無視しちゃってる。
所属か担当タレントをね、うん、正面から無視して、そう、それで、うん、でそしたら意地悪、いやむしろ意地悪の逆でしょつって、うん、難しくしてくれた方が番組愛があるんじゃないのさ、うん、いや若林さんにそんな でも、うん、そう思うと、うん、テレビっていいよね、うん、やっぱ、うん、あまだまだやっぱテレビって面白いもんだよね、うん、そう見てくれる人が、うん、あまあまあそう、うん、いるからさ、はいはいはい、うんうん、うん、まあ岡ちゃんぐらいかもしれないけどいやそれで話は変わるんだけど、うんうん、なんか俺ね、縄跳びって何年やってないかなって思って、ふと縄跳びをやったら、うん、縄跳びなんてさ、うん、100回なんかさ、小学生の頃からさ、飛んでてさ、うん、これ永遠できるな、みたいな、なんか感じで100飛べるかなと思ったの。うん、で、夜ね、一、うん、人でね、うん、車止めてね、わざわざ。うん、あの、縄跳びやったら、うん、なんか引っかかんの ?8 回目ぐらいで。はいはいはい、うん、えと思って、これな、うん、え、何が合わないんだろうと思って、うん、全然100回できなかったの、うんうん、で、その話を楽屋でしてて、うん、で、岡ちゃん100回できるって言ったら、うんうん、できますね。って言うんだよ。で、あ、そう。え、練習なしで、いきなりドンで100できるって言ったら、うん、いや、できますね。って言うんだよ。うん、で、もう、縄跳びあるじゃん、俺。あの、車の中にあるのよ。はい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 、だから、うん、次の日だ、また、うんうん。で、これバスケやった時も、俺に勝てるっつっても、バスケも負けとるし、うん、卓球もね、あの、負けてるしね。うん、で、やって、それでもう、柿も試食してたしね。うん、でも、あいつも35よ。あの、したら、まだ34ですって言うんだけど。35ぐらいだよね。うんうん、それはいいとして、まあ、まあいい年よ、もうで縄跳び100はちょっとおかげでこう、うん、みんなほど知らせなきゃなと思って、うん、それで楽屋にその次の日に縄跳び持ってったの、うん、はいはい、うん、で、うん、おばちゃん縄跳び100できるって言ってたよね、うん、昨日つって言ったら、うんうんうん、でこれ持ってきたんだけどつって言ったら笑ってて、うん、はいはいはい、うん、これどうできるさ、うん、できますね。おお。で渡したのよ。うん、そしたら、うん、なんか何回も足で踏んで、うん、なんか持つところを縄跳びを、うん、なんか何回もこう腰の横にこう引っ張ってはいはい、はい、なんかやるのよ。うんうん、ね、何してんのさら、うん、長いっすね。つって。お、ああ、まあ身長に自分の身長と比べたら。うん、どういうことです、いや腰骨ぐらいのあたりになるんで、うん、小学校の時とか結んで調節しませんでしたとか言われて、うん、で俺全然その記憶がなくて、うん、前はさなんか、うん、こんな感じしたらやっぱり、うん、お母ちゃんの言う通りだのそれ、うん、なんかね最近の縄跳びなんだけど、あーなるほど、なんか縄跳びの持つところをピュって出すとなんかゴムで止めるとこがあった、みんなうなずてるか知ってる、そう世代感、これもしかして俺たちの時はなかったよな。なかった。まあ、結んだりとかしてたよね。手で持ったりとかね。はい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 。で、それをなんか、何度もゴムを直して、若林さん長いから100飛べない。一番長いやつやってて、俺は。長いから飛べなかっただけですよ。うん、何回も腰骨のところまで、うん。ちょうどいい感じ。やってて、うん。うん。して。したら今度、うん、縄跳びの持つところを、二、うん、本とも片手で持って、なんかこう、上に掲げて、こう、なんか縄跳びをブラブラさせて揺らしてんのよ。なんだそれ。でその時スタイリストの福田さんが、うん、ちょっと長いなーっつって飛ぶまでが。飛ぶまでが。いや長いよね。まあその紐の長さ調整するのはまあわかるわ。うん、それは身長によってあるからね、飛びやすい、うん。それ何なのその掲げて。何してんのそれ。何なのそれ。何してんのって言ったら、うん、ちょっと縄がよじれてますね。よじれてどういうこと？ちょっとこうよじれてるから飛びにくいですね。うん。じゃあそれはよじり直してよ、うん、つって。もうそうだね。よじれてるから引っかかりましたわ、うん、やだからさ、なんか、うん、何回も何回もこう縄を回してこう一番U、綺麗な U の字にするまで何回も何回も直してんのよ。でその後に。って言ってんのよ、ずっと。なんだで、なんだろうな。なんで飛ばないの、なんだろう、どうしたのさ、
ーってずっと言ってて、うん、何どうしたのって言ったら、うん、いや今日あの朝走って足痛いんですよね。何それ、なんだよそれそれさ、うん、言うんだったら逆じゃない、逆あの、うん、先に、うん、あのよじれてるとか縄が長いとかの前に怪我が来ないと、でやめようで話終わるじゃん。っていうかもう縄跳びあるんだけどの時点だよね。うん、ちょっとさ、ごめん、すいません、ごめん、これ俺やっぱ持ってるようにちょっとおあの動画撮っててちょっと音源聞いてくれない？いい？聞いてもらって。いやいや、もちろんあるんだったら聞きたいよ。ちょっとごめん、これ音源聞いてもらって、うん、もう今日朝走ったんですね。ここが本当に今本当に走ったんですよ。まさかここが足痛くて、これは本当なんですよ。足痛いの。ここ朝走ったんですけど、これは本当に笑いながらそれを乗り越えて、じゃあ中止にしようよ。まあ一回ちょっとやらせてください。これさ、やんなくていいよもう。これがさ、うん、面白いのがさ、うん、いやここをね、膝の横ね、足今日朝走って、うん、これがまさかのって自分で言ってた。いや自分、お前が言うセリフじゃねえだろと思って。で俺はこれ、うん、もうハラスメントになっちゃうじゃん、足痛いのに。なるへそ。そうだね。だからもうやめようっつったのよ、うんうん、言ってんでしょ俺、うんうん、もうやめようっつったら、うん、いや一回って言って、でまずはさ、そのさ、しょっぱなワンチャン一回だけのチャンスのワンチャンスので飛べるって言ったじゃん、うん、でこれ一回は一回なんだよどっちみち。まあ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 、でもちょっとね、で止めたらいや、やりますって言うのよ。うん。うん。で、マジでっつって、うん。これで、足が痛かったはダメだから、うん、足が痛かった言い訳なしだから、うん、足が万全になってからまたやろうよ、後日。そうだね。いや、うん、やりますって言うのよ。いや、そこは別にいいのよ、見せてこなくて。じゃあなんで足が痛いって言うの？いや、そうなんだ。これがまさかのって。笑いながら。それでね、うん、やりますって言うから、うん、じゃあやるのねっつって、うん、で、うん、やり始めたんで、うん、数えてたのな、うん、福田さんと1、2、3、うん、4とか、うん、したら、うん、100回飛べたんですよ。飛べたのかよ。なんだよ。うん、それで飛べたんだね。そう、それで、その後スタジオまでの階段、うん、サクサク登ってました。なんだよ。なんだったらまあ朝走って痛めたって。縄跳び100回飛んだとサクサク階段登ってスタジオ行ってましたよ。黙って飛べよ縄跳び。日本放送キーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン春日を感じろ。まあ、最近ね、うん、その電話にスマートフォンに、うん、まあ、ちょこちょここのショートメール、うん、ショートメッセージ、うん、で、なんかなんつうのかな、この、詐欺というか、こう、うん、迷惑メールみたいなさ、うん、やつで、が来るのよ、月何回か。うん、不在通、なんか不在だったので、ここにね、このアドレスに、こう、アクセスしてください、みたいな。怖いね。うん。で、それなんかニュースとかで見て、あ、それだからなんかその変なサイト飛ばされて、なるほどな、ね、詐欺、そう、装ったさ、税金のなんちゃらのね、うん、とかが、うん、来てるの、たまにね、月何回か。うん、で、まあ、それ全部、まあ、無視というか、うん、してたの、うん。そしたら、まあ、クミさんがね、うん、ある時に、うん、ちょっとクレジット会社からね、うんうんうん、連絡来てないなんつって、はいはいはい、言われて、はいはい、私の方に、はいはい、いやとか言って、うん、なんでって聞いたら、カードがね、うん、止められたと、うん、クレジットカード、うん、で私のが本会員で、はいはいはい、久美さんが家族会員というかね、あのカードなのよ、はいはい、うちは、はいはい、で止められなんかその限定のなんかその日に出てその結構倍率の高い何かこう買いたいと、うん、なんか服かなんかを、うん、で
なんとかこうね、うん、開始の時間に、こうね、アクセスして、うん、で、いざこう買おうと思って、この、入力画面みたいな。うん、やってカード番号入れたら、その、入らないと。うん、で、おかしいな、何回もやってもね、入らないかおかしいなと思って、うん、クレジット会社に連絡して聞いてみたら、うん、ちょっと止めていると。うん、で、連絡が行ってるはずです。って言われたと。うん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 、で、まあ、私の方にね、うん、本会員の方に、うん。で、聞いてきてんのよ、うん、春日にね、うん。で、バーっと調べたら、あって、うん、もうてっきりその迷惑メールだと思ってさ、うん、まあ、無視というか気にしなかったの。何日か前に、確かにあるわ、つって、うん。で、怪しいと思って、なんかこう連絡してくれみたいな書いてあるの、電話番号書いてあって、うん。で、そのカードの確認をしたいんでね、連絡してくれみたいなメッセージが来ててさ、あ、これだわ、つって言って。で、連絡をしたんですよ、うん。で、もうすぐにこう、使えるようにしてもらいたいと。ね、そう買いたいものがこう、売り切れちゃうから、早く、こう、使えるように、連絡してくれ、つって、ふ、は、み、いはい、さんに言われて。で、連絡、その電話かけたのよ、カード会社にね。うん、したら、まあ、ちょっと、カードのこの使用履歴。はいはいはい。で、ちょっとお聞きしたい、ことがありまして、うん、なんつって言われてさ、うん、怖いな。おう、そう、なりないとか、そう、なりないの、この、使え、何月何日にね、はいはいはい、使えましたか、とか言われて、いくらいくら。はいはいはい、で、まあまあ、私は覚えはないんだけど、うん、その、ね、クミさんも使ってるからさ、まあ、それなんだろうな、と思って、うん、その確認か、と思って、で、あ、まあ、使ったんじゃないですかね、とか言って、もうとにかく早く、こう、それを確認できたら、また使えるようになるからね、うん、カードが。んで、あ、もう使ったんじゃないですかね、とか言って、うんうんうん、あ、わかりました、じゃあ、カードは使えるようにしますんで、みたいな。うんうんうん、で、まあ、すぐ、使えるようになったのよ。はい。なったっぽいの。うん、で、クミさんに連絡してさ、あ、今連絡ね、カード会社にして、使えるようになったと思うよ、うん、つって、連絡して、あ、わかった、なんつって言って、うん、で、まあ、その、まあ、で、すぐ使えたのかな、うんうん、その、買いたかったものを、うん、ああ、まあ、買えたよというかね、うん、なったっす、連絡また来て、あ、よかった、なんつって言って、うん、で、まあ、家帰ってさ、うんうん、夜ね、うん、で、あれ、なんだったんだろうね、なんつって、言って、結局、その、なんとか、なんとかチケット。チケットみたいな、とこだったのよ。うん、で、こういうなんか、うん、なんか、チケットでも買ったのかなって言って、うん、ライブとかね、ライブってたまに行ったりするからさ。はい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 、で、何月何日にとか言って、うん。で、聞いたら、いやなんつって、うん。チケット、いや、その日に、近くに行きたいライブもないし、うん、買ってないけどね、みたいな。うん、そんな遠い昔じゃなかったのよ。うん、いや、覚えてないじゃん、それぐらい前だったら。1ヶ月ぐらい前だったら、つって。ほ、うん、いで、いや、買ってないけどね、つって、なんだろうね、と思って、そのね、調べたのよ。はいはいはい、ネットで、うん。そしたら、うん、そのなんか、よくあるパターンの、不正利用のやつだったのよ、うん。なんちゃらチケット、そのサイトはあるのよ。そのなんちゃらチケットみたいのは。だけど、そこでの不正利用、の、うん、なんか、データというかね、うん、パターンがあるみたいな。あ、怖いね。怖い。俺、あれだと思った。TRF のライブかって思った。うん、あれとはまた違ったチケット会社でしたわ。怖っ。うん。どう、えそう、ほいで、うわ、これじゃんつって、ネット見て、このね、こういうこと気をつけましょうみたいな、書いてあって。うわ、だから止めたんだ、カード会社。そう。で、カード会社が、だから、その、なんか、データが言ってたんだろうね、カード会社、うん。ここのサイトに、使ってたら危ないですよ、みたいな。だから確認を、うん、本当にだ、本当に確認をされてて、はいはいはい、で、私はクミさんが使ったと思ったから、うん、で、早くね、カードをまた復活させたいからさ、うん、使ったって、実際に使ってない、これやばいっつって言って、うん、で、もう夜だから、うん、もうどうにもならないわけですよ。うん、で、もう朝1、うん、ね、9時よ。うん、9時にもうすぐまたカード会社に連絡してさ。まあ、そりゃそうだわな。うん。つって、はいはい、昨日ねつって、うんうん、その電話して、使ったって言ったんですけども、うん、実は使ってないんですよ、つって。なるほど。で、そのね、なんちゃらチケットの、これ、間に合いますかねつって。もう一回このなんか止めてもらって、みたいな。うん、できますかねつって、ああ、わかりました。確認します。なんつって言って、うん、で、しばらくしてまたね、大丈夫ですと。うん、
カードをこれ、まあ、止めてというか、新しく。再発行。そうそう、再発行で、10日ぐらいかかっちゃいますけど、大丈夫ですかみたいな。いや、もうそれはもう別に全然ね。いやいやいや、いや、いいですよ、もうなんか怖いから。うん。で、その夜気づいてから、昨日の夕方ぐらいよ。前の日の夕方から、今までの間、ちょ、使われてなかったですかみたいな。復活させちゃってるからね。で、そのなんか履歴はございませんと。うん、で使われてなかったわけですよ。うん、で、もうすぐに止めてもらってさ、うん、もう再発行のね、うん、してくださいって言って、うん、で、まあ、東海も回ってんで、まあ、止まったのよ。ほ、うん、いで、いやー、危なかったね、なんつって朝、その、久美さんと話してて。うん、ただでも、その、一回確認してみようと。うん、そのね、今まで使ったこの、バーッと明細が、ね、来るじゃないですか。全部は見てないから。全部見てないから。一回これさらってみようと。明細なんか、確認することがないからね。うんうん、普段。うん、で、一回見てみようなんつって、もう半年ぐらい前の分から、うん、こうやって細かく見てったのよ。うん、で、これはなんだ、これはなんだ、つって、うん。で、これは何つその子供のね、うん、服を買ったつ、はいはいはい。なんか、うん。はい、で、これはなんだつって言ったら、まあなんかこのね、なんかそういう犬のなんちゃらをどうたらんで、一個一個こう確認してって。はいはいはい、そしたらなんかその、じゃねえや、アップルなんちゃら、みたいなのが、ちょこちょこ400円ぐらいなんだけど。うわそれもなんかね、不正利用のあれ調べてたら、なんかその使い方もあると。うん、細かくなんか、ちょこちょこ使われてるみたいなのもあります。みたいな。それで俺がやられてたやつだもん。うん、あ、そう、そんな言ってたっけ、うん、ちょこちょこ使われるやつ。使われてカード止まったんだ。ああれだよ、去年の年末だっけ、うん、年末のあのめっちゃ忙しい時期に、若林さんこの一週間で27回ゲームにログインしましたって。してんかいってなったのが、その。あ、言ってたね。そう、ゲームの、申請ゲームをちょこちょこ使うやつ。そうだ。で、止められてたの、俺も。はい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 。やられてたの。やられてた、そうね。やるわけないんだもんね、春日と奥さんが。そうそう。そのサイトで。うん。で、アップルなんちゃらだから、そのアップル、アップルのやつ。で、私はあのね、その、アップルじゃないから、はいはい、これ、そクミさんの、買ったっつって。うん、ね、うん、400円なんか、なんでも、まあ、わからない、その曲を買うとかさ、それぐらいだったら、400円だったら。はいはい、はいはい、で、いやとか言ってんのよ、うん。いや、そういうの買ってない。いや、じゃこれもまた、うん、あれなんじゃないかっつって、うん。不正利用じゃないかっつって、うん。で、またその分もなんかまた連絡してさ、一応まあ止まってるけど、うん、はいはい。なんか保証みたいな、してもらわなきゃいけないんじゃないかって。結構前だけど。結構前。で、毎月、そう、半年くらい前から、ポンポンポンって入ってんのよ。入ってる。月にね。うわぁ。うわぁって、これなんだっつって言って、まぁ、あ、でもちょっともっと、なんか調べて、アップルな、その、調べ、なんかね、ネットな、そのね。って言ったら、結局、実際に使ってたやつなのよ、クミさんが。あ、使ってたの？そう、使ってなんか設定からこう飛んで、その何に使ってなんかもう奥の奥にこうね、うん、iPhone のさ、うん、入り込んでいって分かったんだけど、うん、入り込んでいったらそのなんか、なんかその今使っているなんちゃら、うん、プランみたいなので、ああ、はいはい。そう、きっちりその額が出てて、それがなんかなんか、容量を、うんうん、その中のね、うんうんうん、データの容量をなんか増す、なんかオプションのやつでさ、はい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 、10ギガとか、はいはいはい、増すやつに、半年ぐらい前から入っててさ、うん、これだっつってなって、うんうん、で、聞いたらなんか写真とかがもう、そのバックアップできなくね、枚数が多くて。そうね、娘さんも言って。うん、なったから、なんかその、不足してます、みたいなのが連絡が来た時に、そのままの流れで、なんか広げます、みたいなのを、押したんだと。うん。って、ああ、なるほど。それでまあ、これはじゃあもうちゃんと使ってるやつなんだね、ってなったんだけど、ちょっと待ってくれ、っつって、私が。この400円、400いくらかな、これはさ、っつって、その、ずっと、加わってくるお金だよね、と思って、その容量が。ね、うん、で、それなんとかその写真とかを削ってね、うん、そのプラス、マジか。これなんないかと。マジか、こいつ。うん。で、実際私も、うん、そのね、うん、ギャラクシーか、アンドロイドか。アンドロイドなんだけど、うん、実際、私もそうなんだと。う
うんうん、ね、もう写真とかがもう容量いっぱいで、うん、バックアップできませんっていうのが、うんうん、もう1300枚ぐらい、うんうん、あるのよ。娘を撮りすぎてね。そう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 。でも、その、拡張してないんだと。うん。それ、なんとか手はないかってずっと考えてんのよ。それをなんかね。うん。どっかその、映すと。はいはい。パソコンに映すとかさ。はいはいはい。で、容量開けるとか。はいはいはい。それを探っているんだってことになってさ。うん。この先ずっとその400円を使うことになるんじゃない？うん。毎月ね。とか。いや、でもそれはさ、うん、結局今減らしてもね、うん、どんどん増えていくもんなんだから、うん、写真やなんか動画やら、うん、それはもういいじゃない、うん、なんつって言ってさ、うん、口論になってさ口論になってんじゃん話し合いじゃなくて口論で、まさかな400円で？うん、でも、未来英語400円。なんだったら、その、プラス何ギガよりも容量超えたら、プラス1000円とか、未来英語なっていくわけじゃない。いや、もう、しんどいよ。テレビに一番出ても、そんなこと話さなきゃいけないって、夢もねえし、しんどいし、あと、そんなことしてたらもう死ぬよ。うん、すぐ。娘さんの思い出残しときなさいよ。まあね、400円で。いや、まあまあそうなんだけど、まあまあそんなような感じで、だからそれは、そんな感じで終わってったわ、その、口論はね、うん。もう死ぬよ、すぐって。うん、死ぬよまで出てけど、しんどい、みたいなことはね、やっぱり言ってて。いや、俺、奥さん大変だと思うわ、400円で、うん。その時間がもったいないしな、と。娘を、その写真を撮ってほしい、その時間で。何枚か撮れるだろうと。400円でそれだもんな。うん、工夫できなくないよと思っちゃってるからね。まあ、ね、菅は工夫してるから。工夫なんとかできんじゃないか、どっかに移すだとか、なんか、そのね、うん、常にこれぐらい溜まったら、こう、どんどんこのなんかこう、ハードディスクというかさ、うん、ああいうのに移しても、キリがないよと。でも、うん、なんか、春日と結婚した時点で、久美さんの容量、うん、怒りの容量はパンパンなわけだよ。それ考えたらもう、400円とかはもう、400円で思い出が増えるならって、ちょっと歌でも一曲作んないと、ちょっとお願いできる？まあお願いしないけどね。しないのかい。もう誰でも難しいけど。その話し合いしなきゃいけないんだ。春日の奥さんになると。まあまあそう。でもまあ、詐欺じゃなくてね。うん、そう。だからまあとりあえずそこが今ね、うん、メインの活動だったから、うん、まあそれはまあちょっとおいおいね、うん、最終的にもおいおいあ、終わりじゃないの？終わりじゃないよ。うん、おいおいそれは考えましょうやと。それってさ、春日的にさ、未来英語って何度も言ってたじゃん、うん、俺はなんか結構引っかかってたんだけど、うん、その、うん、ずっと毎月400円っていうのがたまらないの？たまらないね。終わりがないから、だってその未来を一発いくらとかだったらまだね、うんうんうん、そのゲームの課金とかだったらまださ、うんうん、もう その場で終わるじゃない。でもそれ1000円人生100年時代って言われてんじゃん、もう20年後には死ぬわけじゃん。いやいや、ちょ待ってくれよ。60代で100年時代っていうのは何だったの今の、うん、だとしたらあと60年近くあるだろうって話になるでしょ今の。振り100年時代のとか。なるほど。AI が認識できないんだって。うん、だからお笑いロボットはできないって言われてる振り、ね、うん。なるほど。間違いだと思っちゃう、AI は。うん、まだまだだな。うん、振りね、うん。それがもうたまらない。なんか、俺が想像できないぐらい頭の中で未来英語400円なんだろうね、春日の頭の中は。いやいや、そうよ。400円地獄なの。いや、そう。もう400円地獄に突き落とされた感じ。もう死ぬまで。無限地獄や。毎月400円を。だから死ぬって。そうね。絞り取られる。死ぬって。そんなん、なんか。で、考えてみ、100生きるとして、400円でこれからいくらか。うん、マジで。だから、57年でしょ、うん、かけるだから12ヶ月だよね。うん、かける400よ、うん。これはいくらになる？相当な額ですよ、これ。だって57年かける12でまず相当でしょ。で、ね、まあ、4800、1年間4800円。で、5000円と考えて。5000円と考えて。あと、まあ、まあ、いいや、50年でいいわ。50年。うん、いくらだ ?5、5、25、20、2万、25万 ?25 万。25万だよ。25万だよ。てごめん。うん。お、払うわ、俺。
それで S1 手打ちにしてくんねえか、クミさんと春日のその会話の時間。時間がもったいないよ。いやいや、それおかしいもん。若林さんに25万いただく。それ変だもん。払わせてくれ。それはもう、ね、お申し出はありがたいけど、うん、それは言ってない。娘さんの結婚式で使う写真も増えるし、うん、気兼ねなく。うんうんうん、そういう問題じゃないの？それはなんか、さすがにその、意味のわからないお金は、うん、そういただけないよ、それは、ね。で、25万で出れる地獄に突き落とされてる。やっぱその、ね、うん、月な、どんな罪でもその額じゃ保釈されないよ。いや、どう、25万じゃ。それで、うん、クミさんも勘弁してよみたいになるの？それクミさんの感じ教えて、どんな感じになるの？なんかもう、うん、最終的にその、口論つっても怒るとかじゃなくて、なんかもう本当に、疲れ、なんかこう、フルマラソン走った後みたいな。危ないじゃん。もう疲れ果ててるね。疲れたが一番危ないよ。うん、そう、離婚に近いよ、疲れた。怒りより。疲れたの方が離婚に近いでしょ。ってなってるね。あ、うん、そのまま、うん、どうね、うん、お疲れになってるよ。気持ちいいのかな、うん、夫婦で、そりゃ。何が？プレイとして。いや、プレイじゃないよ。そこで別にゾクゾクはしない。理解できない俺たちのなんかあんのかな。うん、あえてね、そういうね、うん。それはあるじゃない、だってきっと。うん、まあまあ、そう、旗から見たらね、それ大丈夫かっていうことも、本人たちは楽しんでるみたいな。別にっていう、うん。そういうあれはないね。うわー、か、大変だな、クミさんって。この世で大変な立場の、な、ベスト5に。春日の伴侶。大変な仕事。でそんな、でもなんか怖いね、春日にチェックされるのカードを全部。うん、それだけだった。大丈夫だった、うん、あとは。それで見て。あなんかこう、正直、うん、春日的に、うん、うん、って思ったのある。これ、そう、調べて。ここで正直言うけど。はいはいはい。そう、あのね。久美さんには言わなかったけど。言わなかったけど、うん、なんか、8000円ぐらいの T シャツ買ってたね。うん。え？それは何？うん、T シャツだから、問題なの。まあそうだ、T シャツだからね。うん、あそれはだから、クミさんがお好きな、うん、そのメーカーなんじゃない？そうそう、なんかね、いや、なんか、限定の、バンドの、うん、バンドっていうか、そう音楽系の。あ、好きな、うん、そういうやつ。え、いいじゃん、別に。別にいいじゃん、それ着て。で、だから、うん、うん、まあまあまあ、まあまあ、そこは、うん、捕まえなかったけど。それはね。うん、うん、うん、まあまあ、とか、いつも8000だと、8000。するか。3500円だったら、うん、引っかかんないんだけどな。っていう T シャツだもんな。ま、T シャツって3500円までなの、春日になる。いやいや、それ上限それぐらいでしょ。3号でもだいぶ、いってるよ。その、うん、我慢してるよ。それが倍以上なわけ、ね、倍以上だから。あ、うん。でもなんかそのね。うん。うん、それってリスナーで言ういくらなの？カスガの T シャツの8000円で、リスナーで言うといくらなの、うん、なんだこの質問。リスナーで世間、リスナーで言うと、うん、5万ぐらいじゃない意味や、それはね。うん。うん。意味わかんないって額だもん。5万は確かに。意味わかんない。それぐらい。俺もたまに、うん、ハイブランドの T シャツ見て笑うときあるもん。いや、そうでしょ。ロンティ、ふざけんなよって思う。はいはいはい、2万のロンティ。うんうんうん。もう同じ、それ。その時の感じ。うん。うん。それだから言わなかったけど、さすがにね、うん。うん。そこはね。はいはい。うん。まあまあまあ、引っかかりは。まあ、しつつ。ちょっとしつつも。しつつも、うん、まあこうやって見てって、うん、そしたらさ、まあね、クミさんの方が逆に引っかかったのよ。あら。うん。これね、つって、あれつって言って。逆に。そうそう。これ、月にちょこちょこね、その半年ぐらい前からあるけど、これ何つって言われたのがあったんだけど。うん、何それはまあま、私のやつだったの、うん。私が使ったやつでね。うんうん、それがネパールカフェ、どこどこ、みたいな、うん。
やつの、うん、その迷彩なの。ネパールカフェ、うん、ネパールカフェなんとか、これ何につって、その2000、ね、まあ、1回。1回2000。2000なんとかつって。で、ネパールカフェ、いや、まあ、やば、まあ、やばい。別になんか、まあ、隠してたわけじゃないんだけど、それ、私がね、その使ってるあれで、そのね、まあ、まあき、カフェなのよ。そこにまあ、ちょこちょこ月何回か。え、お前ネパールカフェ行ってんの？月に何回か。うん。ちょくちょく。そうそう。それだからクミさんには、うん、なんかまあ、むしろめたいわけじゃないんだけど、うん、なんかこうね、うん、あるじゃない、うん、ちょっとこの、まあ、とにかく早めに家には帰った方がいい、じゃない今ね、うん。いや、そうでしょ。子が小さいから。うん、だけどやっぱり、ちょっとこの、うん、帰る時間を、1時間ぐらいね。うんうん一呼吸置きたい。あれさせてもらって。うん、ある男になりたいってことね。そうだね。今、うん、上映中の。うん、だから、うん、だいたいほら、聞かれる、何時ぐらいに今日はね、うん、帰ってくるなんつって、うん。聞かれたら。聞かれたら、時たま、やっぱ1時間ぐらいこう。遅らせて、言ってることがあって。へぇー。ネパールカフェに、うん、水タバコをね。いや、なんだろうなと思ったら、水タバコなんだ。水タバコを。ネパールカフェ。そう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 。うん。一人で。一人でもちろんね。うん。うん。俺なんか、全然知らないんだけど、うん、水タバコって、ネパールが本場なの、うん、ネパールじゃないのか、あのあたりらしいんだよ。なんか詳しくわかんない。インドのいろんなとこあるよ。俺なんかすごい、一度もなんかその、見たことあるけど、ガラス越しに。あれ何なの水タバコって。まあタバコよりはきつくない。なんつうのかな水蒸気みたいなさ。うん。で、なんかいろんな味があるんだよ。うん。なんか前も言ったっつってたよね、パラちゃんから。そう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 。で、それをなんとなく覚えてて、うん、あ、なんかふとしたタイミングに、うん、行きたくなるんだ。ちょっともう一回行ってみるか。そのきっかけなんかそんなもんよ。へぇー。したらなんかね、うん、いいなっていう。いいんだ、水タバコが。うん、そう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 。チルだ、チル。今で言うとね、うん。うん、チルだなーと思ってさ。うわー、気持ち悪い。俺嫌いなの、チルしてる奴ら。いや、そっちが言うからさ、今。チルって言うからさ、うん。チルだなーっていうね。気持ち悪い。うん。し続けろよチル。ずーっと。いや、それは。BL も書き続けろ、書いてもいいけど。やめんだよ水タバコ。うん。じゃあ、若い人多いの？まあ、若い、そうだね。何そんなおじ、うん、何を、の、種類が好きなの？水タバコは、かすみ。でもまあ、時々やっぱりフルーツ系だったりだとかね。そういうもんなんだ。うん、いろんな。タバコと一緒で、オレンジとか、うん、メンソールとか。そうね、そうね。うん。で、うん、そんなタバコほどなんか、きつくないというかさ、なんかさ。ニコチンタオルあんの？あるんだ、確か、多少。でも、だいぶ低いんじゃなかったかな。だから、タバコ吸ってる人も満足、そこそこできる。ストレス溜まってんじゃん。出演本数1位稼いで。一回家庭にも帰らず、テレビの春日でも、家庭の春日でもない春日にならない。水タバコの春日。っていうか、ネパールの春日だ。ネパガにならないと、なんだネパガって。ペルソナが保てないんだよ。ネパガにならないと。だからネパガ挟むときは、なんかたまにね、うん、まあ、ありつつ、全然いいよ、うん。相談しようか、ヒルナンデスに。何を。いや、いつもほら、うん、丸テーブルに水刺さってるけど、うん、あれ水タバコにすよ。おかしいだろ。一人、端の方でさ。なんか、おかずがどうしたってなるよ、それ。ワイプに水タバコ吸いながら。たまに真っ白になってましたよ。ワイプが。丸ごと。え、それで水タバコ吸って、うん、それが結構高いね、水タバコって。まあ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 、店に、だからまあ、それだけじゃなかったりするからね。なんつうの、この。その、なんか、飲み物とかもさ。ああ。もちろん頼みつつ、カフェだからね。まあ、そうね、そうそうそう。そういうもんなんだ。コーヒーとか飲みながら水タバコやるみたいな。うん、だから、ゆったりよ。うん。なんかこう、チルだからね。うん、チルだからね。そんな、バーッとタバコみたいにさ、バ、うん、ーッと吸って、とかじゃなくて、うん。ゆったりね。うん、携帯とか見たりしながら、うん、チルしてさ。うん。
やり続けろよ、お前。いや、それは別に。そまあ、それはでも急にね、まあいいやってなるときも、それは来るでしょ。そうだよ、何言うの、うん、そりゃそうでしょ。俺に何の権利もないよ、さっきから。うん、っていうのが、こう、うん、発見されてね。うん。クミさんの方にも、うん。うん。で、まあまあ、最初ごまかしたんだけど。うん。うん、そのね、水沢湖をね、つったら、いやいや、ちょっとね。うん。うん。それはどういうことなの？それは止められんだ、うん、やっぱり。まあ、そう、怒られるまではいかないけど。うん。うん、どういう感じの話し合いしたの？だから、その、なんで、その、言わないんだというかね。水タバコ言ってることを。うん。で水タバコ、チル、チルしてることだな。まあ、チルする、チル言ってた、クミさん。チルする分にはいいと。チルはいいのよつって。うん。今、チルかチルじゃないかじゃないのよ。つって。うん。ね、そのチルの仕方はいい、いいけど、別に。うん。うん、だけど、なんかそのね。言ってほしいと。そう、言って、言ってもらわないと、みたいな、うん、ことを言われてね。うん、あそれは確かにね、申し訳なかったっつって。うんうんまあ、でももう出演本数1位が大変なんだと。なんとかね、11月まではさ。ネパがいないと、うん、持たないんだと。11月いっぱいはその ネパがたまにね、うん、やらせてくれっつって。バールカフェね。それでもだからそれもこれもその不正利用したやつが悪いんだな。見つかっちゃったもん。見つかっちゃった。いいですよ。うん水タバコ吸いながらラジオやってもニチレイプレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジでチンするくらいの時間をお付き合いいただくコーナーです。今週もクイズ東洋一のツッコミカスがやっていきます。リスナーはお題となるツッコミフレーズを引き出すボケを送ってもらい、春日さんがそれをツッコミながら当てていただきます。ラジオネームおひま様、本日周囲のスタッフさんやマネージャーさんにアンケートを取って春日さんの暴露話を伺っておりますので、それを紹介していって春日さんは適宜コメントしていってもらえればいいのでよろしくお願いします。結構辛辣めなコメントも頂戴してますけど、まあ程よく受け身に取ってください。よろしくお願いします。いやいや、そんなこと言われなくてもやるわ自然と、うん、うん、まあまあいいですよ。ラジオネームガハラ軍曹、春日さんすいません、今日のネット風呂スタッフの手違いで温度が37度なんですけども番組の構成上めちゃくちゃ熱がるリアクションお願いします。すいません、できますよね。ん？ん？いや、うん、やるよ。ちょっと違いますね。赤澤さん、あ、ラジオネーム四季お料理日々コリコリ、赤澤さん、今日のベスコングルメの収録なんですけど、もう少し歩いてる時の絵に過酷さを出したいなと思いまして、今日は試しに目的地の中間地のあたりで春日さんとゲストの顔に大量に霧吹きかけて汗だらだら出てますっていう盛るというか演出加えてみたいんですけど、いいですかね。いや、そういうのは今の時代はダメだぞ。近づいてきました。ラジオネーム猫背ファミリー、春日さんの明日のスケジュールは、占い師に来年の運勢を占ってもらうロケと、女性タレントが芸人をランク付けする番組の収録です。よろしくお願いします。それはなんか、うん。言わない方がいいぞ。先に。違う。無理か。ラジオネームおひま様。本日の企画なんですが、魚ちゃん凱旋、帰ってきたら、辛口占い。ということで、ゲストの皆さんに順番に辛辣なことを言ってきますので、春日さんはとりあえずプロレスになるようにしてもらって、ある程度言い合って、最後には言い負かされるという形でお願いします。なんか一昔前のテレビだな。無理か。最後です。ラジオネーム少年から、春日さん、もしよかったらなんですけど、神田宇野さんとフリースタイルラップバトルで戦ってもらえませんかね。もうなんだ。うん？どういうこと？どういうこと？どういう、うん、難しいか。うん、何がし、何、どんなものが撮りたいんだよ。残念、不正解。
正解は、うん、俺はいいけど、浜カン神田なら断ってるからな。無理だろ無理だって、それ当てんのは。神田うのさんのやっぱ、魚ちゃんまで出たらもう、カンちゃんってことでやってほしかったんですけどね。残念難しいね、難しい。さあ、一番良かったボケを春日さんに選んでいただきます。そういうことね。はい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 。ああ、なるほどね。ああ、じゃあ、そう、魚ちゃんにしようかな、そしたら。はい。うん、おひまさん。おめでとうございます。11月のプレゼントです。カボス醤油の鶏胸店。紀州南高梅が香る梅しそカツ。今日は家飲み。ピーマン肉詰め。お弁当にグーパリパリの春巻き。以上の4種類が入っています。そして今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品を差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に返させていただきます。さてクイズ豊一のつくみ春日。次回のお題発表します。東に春日の耳をヘッドホンで塞いでもらってます。次回はこんな DJ こうは嫌だって大台の大喜利の答え送ってないでございます。こんな DJ こうは嫌だって大台の大喜利の答え送ってないでございます。まあ、だから DJ、こんな DJ こうは嫌だを送っていただけるぐらいいいということですね。はい、よろしくお願いいたします。詳細は公式 Twitter やホームページでもご確認ください。メールアドレスは kw@allnight.com 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。さあ、言語化できないのコーナーでございます。言語化できないけど、なぜか引っかかること、妙に好きなことを春日さんと一緒に言語化していきたいと思います。ラジオネーム寝落ち母。私はアーティストの方が新しいアルバムを出してライブツアーを開催するときに、アルバムを引っ提げてと表現することに言語化できないモヤモヤを感じます。なんでだよ。俺感じたことないな。言い方わかる？アルバムを引っ提げてが引っかかんのかな。言い方なのかもね。うん。本人たちあんま言わないよね。言わないよね。引っ提げて回りますんでっていうのは聞いたことないよね。まあ、周りが言うというか。うん、ラジオネームゴッサムシティクラブ。アーティストのライブ DVD を見てるときに観客の泣いている顔が抜かれたりすると、うん、言語化はできないのですが、うん、一気に冷めます言語化できてるよ、うん、これはもう直だよ。そう、分かってるでしょ、うん、自分で。そういうことだよな、うん、ラジオネームみかんちゃん。情報番組で先日ジュエリーの新作発表会に登場した女優の〇〇さんが、うん、背中の大きく開いたドレス姿で登場し集まった報道陣を魅了しましたみたいなことを言っていると、うん、言語化できない恥ずかしさが込み上げてきてチャンネルを変えてしまいます。あそこまでチャンネル変えちゃう、ね、うん、これはどうですか。うん、まあまあまあ、はい、まあ、わかるよね。恥ずか、まあ、恥ずかしいか。まあまあそうだね。背中が空いてるからって何とも男って思わなそうじゃない。思う。いやー、背中は別に、まあ、空いてるなとしか思わないね。ね。すごい空いてるじゃないとしか思わないね。まあ、その、体型維持にね、ストイックなとことかが見えるのが、素晴らしさでも。とかね、多分、背中のケア的なものって大変だろうからね。自分でできなかったりとかする。でも、まあ、割と思わないよね。うん、思わない。どう、なんか、注意しては。まあ、そうだね。ああ、これなんかこの間やってたなぁ。うん。ラジオネームパリ暮らしのサネッティ。僕は LINE や Twitter、Instagram の投稿なので、びっくりマークをつけることができません。びっくりマークをつけることがなぜだかとても恥ずかしく、時には滑っているようにさえ感じてしまいます。うん、また一緒に旅行などに行った友達がそのことを Instagram に投稿するときに、びっくりマークをつけるのもなんか嫌です。おぉ。まあ、春日さん SNS やってないからね。まあまあそうだね。うん、うん、びっくりマーク別に何も思わないけどな。うん、でこ
これさ、思うんだけど、すごい若い人言うのよ。うん。それでさ、若い人がさ、送ってくる LINE とか、びっくりマークついてんのよ。うん。あれはなんか、おじさんに送るにはつけてくれてんのかな。合わせてくれてるの、本当は。抵抗あるのね。それどうなんだろうなと思うんだよね。うん。ああ。若い人は使わないのかな。なんか言うらしいよ。ラジオネーム世界百秋、うん。何でもかんでも共感性周知でくくってくるやつがいると無性にイライラします。と。うん。これはどうですか。それどういうことですか。何ですか。なんか共感性周知って言葉なんか広まったよね。うん、あ、そう。共感性周知じゃないのに使ってる人もいるよね。楽してるからじゃない？言葉探さないで。うん、楽すんな、お前って思ってんじゃないの。ああ、そうか。簡単にね。俺ね、あの、うん、飯テロとか、なんか、老害とか、うん、一瞬で自分が被害者になれる言葉使うやつ嫌いなんだよ、ね。うん、一瞬で被害者になれるな、お前、うん、って思う。お前をまあ、もう加害してんのになって。ああ、なれそう。うん。ラジオネーム、一生玉蹴り。初めて行く土地の住宅街や団地を歩いていると、なんだか、ほんわかと温かい気持ちになり、幸せを感じます。いや、かつてこんなメールをラジオに送った人いるのか。なんだそれ、うん。初めて行く土地っていうところがミソだよね。まあまあそうだ。まあわからんでもないけどね。なんかわかる、うん。俺神奈川の方の海の方の帰り、車、うんうん、ちょっと住宅街通ったり、うん、高速乗るまでの時、うん、なんか、うん、あったかい気持ちになるのがある、ね。わかるわかる。生活感。そのリアルな生活がそこにあるからね。その土地の人たちが生きてる。東京はそうか、あんまりないのか。とか、やっぱりこうね、大通りだとか、うんうん、よく使う道は生活道路とかね、だからね。うん。うん、行くとね、わかるわかる。それはすごいわかりますよ、うん、気持ちがね。だからといってね、送ってくる。芸人がやってるラジオでね。救われました、でもなんか気持ちがほんわかしました。うんうん、引き続き言語化できないことのメールをお待ちしております。日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日レイ以上各社の協賛で東京中大区有楽町の日本放送キーアルステーションに全国36局のお送り。さあエンディングですけども、今週はちょっとあの春日がね、うん、ネパガだったっていうことが、うん、発覚して、うん、で僕いますけどね、事務所の移動車とかにも水タバコを、いやいやおかしいじゃん、ね、天井から吊り下げられるようにこうパイプの筒をこう、うんうん、まだ開けてね、うん、いやいやそれは良くないよ。あ、そうなの、うん、そこまでだからどうしても、うん、その吸いたいわけじゃないから、はいはい、あ、なんか装置的にさ、ね、持ち歩くもんじゃないの、うん、あれって持ち歩くものじゃないよ。あ、うん、置いて、ゆったりとね、はいはいはい、うん、くゆらせて、うん、時間かけて、はいはい、みたいなことだから、ゆっくり、まあ、もう本当に、まあ、チルですよね。そうそう、そういうことよ。うん、それは思い立った時、何考えてんのそれ、うん、水タバコ。いや別に何も考えてないよ。いや、それはできるよ。ふわーっと、ね、うん、携帯見たりとか水タバコ、まあ、それ本当ゆったりしてるっていうだけよ。なんつうの、あ、うん、別に何を仲良くなったりするもんじゃないの、他のお客さん。ああ、別にないね。まあ、なる人はなるんだけど、もちろんね。あ、いるんでしょ、うん、その、うん、店員さんがこれがおすすめですよとか。はいはいはい、バーカウンターみたいな、まあまあなんか選べる感じ、そのメニューみたいな。ああ、はいはいはい、持ってきてもらって、
はいはいはい、別に仲良くなるって、まあ、そこまでのもんじゃないけど、ね、常連でもないけど、でも今後どうすんの、ネパールカフェ知ったわけじゃん、クミさんは、はいはい、行くの、いやまあどうだろうね、まあ行くなら言ってからもちろん行くし、代わりのもんを、まあ、できたら、はいはい、探すまね、それがでもいいんだろうね、うん、春日のメンタルを保つには水タバコが、まあまあそうだね、何かマッサージとかでもないし、なんか今ハマってんだろう、でもそれがでも分かんない、何かバッティングセンターになるかも分からんしそれもそうね、チルの今はそうだけど、はいはいはい、それは分かんない、ボーリングになるかもしらんし、はいはいはい、打ちっぱなしになるのかもしれないし、はいはいはい、またね、はいはいはい、どこに向くかは分かんないけど、はいはいはい、うん、結構俺がなんか本屋を、うん、終わって、はいはい、まあ、どんな本今売れてんの、うん、並んでんのかなって、うん、まあ、ちょっとこう気持ちが、うん、落ち着くというかスーッとするのは分かんのよ、はいはい、だから多分その瓶に本を入れて吸ったりもしてんだけど、水おかしいな、それ、うん、水本、水読書か、なんだよ、びしょびしょになるだけだろ、それ本がダメになっちゃうだけじゃない、そうか、だからそれはチルはいいのよっていうチルはいいのよ、ただそのチルって言わないことがダメなのよっつってね、でもちゃんとグッズ出しますから、水タバコラジオ初じゃない、グッズで水玉、そのテレビも含めてよ、どういう形してんの、ひょうたん型みたいな感じ、まあ、ひょうたん、いろんな形が、ね、いろんな形あるんだよ、分かんないけど、僕はそのなんかこうね、ひょうたん、なんつうの、このフラ、何、ビーカフラ、ビーカじゃない、フラ、そのなんかひょうたん型だわ、花瓶みたいな、その水タバコ花瓶みたいなリトルトゥースって書いてあるグッズにしますから安心してくださいそしたらもうね、堂々とねチルできるもんね家で、うん、それでなんか今度スペシャルウィークでやりましょうよ、水タバコスペシャルダメだぞ、ブースがもうなんか見えなくなる真っ白になるぞ、あ、そういうそんな煙出るもんなの、多分この空間だったらね、なると思うよ、あ、なるほどね、何好きか分からんし、その春日の好きなフレーバーにしてあげるからさそれはありがたいけど、どうぞそれ俺チルできるからその時間が大事なんですね、その初めて知った一面でしたメフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。